こんにちは、さゆりです。今回のゲストは、おなじみのミクリアルジャパニーズのミクさんです。今回のトピックは、大阪のお笑いやユーモアです。それでは、どうぞ。はい、えー、じゃあ本日はミクリアルジャパニーズのミクさんに来ていただきました。やヤホー。<laughs> やっほー。お願いします、はい。よろしくお願いします。えっと、もうミクさんとは、 4回目ぐらいですね、お話しするのが。そうですね。うん、結構話しましたね。ね。だから、うん、まあ今日は雑談で、あの、ちょっといろいろミクさんに、まあ質問じゃないですけど、ミクさんに聞きたかったことを聞いてもいいですか、うん、あ、何かな <laughs> 怖いな。怖い。<laughs> あの、じゃあ、うん、ミクさんの大阪人道チェックをちょっとしたいんですけど。 大阪人度チェック <laughs> 抜き打ちテスト。<laughs> 抜き打ちテスト。<laughs> <laughs> はい、うん。例えば、邪魔するで。うん。邪魔するでって言ったら、<laughs> なんて言いますか邪魔す, <laughs> 邪魔するんやったら帰れ。<laughs> <laughs> え帰ってじゃないですか。うん。帰ってとか帰れとか。うん、ああ、やっぱ言いますかえお邪魔しますって言われて、邪魔するんやったら帰ってとか、うん。<laughs> 言いますね。 ドキドキ大阪人同士だったら言うかな男の人は邪魔するんやったら帰れって言いますへあそうなんですねうんうんうんかこれ子どもの時流行ってクラスで多分吉本新喜劇っていう笑いがありますよねああはいはいそれのネタの一つですよね邪魔するで邪魔するなら帰ってみたいなうんうん まあそういう、別に、<laughs> それが話したかったわけじゃないんですけど、やっぱり本当に言うのかなと思ってし、本当に言いますかいや、あの、時々そうやって冗談で言いますけど、うん、日常生活でそんなこと言う人あまりないですね。あ本当ですか。あじゃあ、うん、間違ってました。<laughs> <laughs> でも時々しますね。うんね と、なんか、日本でテレビ番組で噂の県民賞っていう賞が、あの番組があるんですけど、うん、なんか、それを見てるときに、うん、なんか大阪の方が、えっと、いつも明日のパンを心配するっていうのがあったんですけど明日のご飯明日のパン。<laughs> <laughs> 明日のパン、明日のパンないやんって。そう明日のパン買わんない,い。パン買いに行こうって。うんうん うんうんうん、確かに確かに私のお母さんいつも明日のパンのこと話してる気がするなんか,かスーパーとか行ったら「はい明日のパンないわパン何がいい?」って言われますねよく。ええー、やっぱ朝はパンなんですか朝パン食べる人多いんじゃないかな、まあ。あ<ー>えどうだろう朝ごはんまあごはん食べる人もいますけど。うん 私の家はパン、パン派ですね。うん。なるほど。うん。なんか、大阪のお母さん、おかんは、明日のパンを心配するって、よく、一回言って、言ってて。そうなんですね。うん、本当なんのかなとってちょっと聞きたかったんですけど。うん。うん、確かに言われてみればそうかもしれない。うん、うん。あとはもうなんか、スーパーとか行ったら、うん、本当にできるだけ安い。 もの、うん、を買いますよ、ね、あと、うん、なんか8時ぐらいからセールが始まるじゃないですかあの、はい、スーパーによっては8時から割引が始まる、はい、ところもあるんですけど、うん、そこには結構大阪人行きますね、うん、ケチなので、うん、<laughs> お得なねお得な商品を狙って行きますよねそうでなんか買い物とかしてて まだそのスーパー行ったなんか初めてそのスーパーに行った時に、はい、あの普通にお惣菜をかごに入れようとしたんですね、はい、じゃあ知らないおばちゃんが話しかけてきて「うんうん、姉ちゃんあと10分でセール始まるからもうちょっと待っとき」って言われたんですよ <laughs> そうそうそうもうちょっとで安くなるからもうちょっと待った方がいいよ待っときっていうのは待っててっていうことなんですけどうん って言われて、あそうなんですか、ありがとうございますって言って、<laughs> 本当に10分待ったらセール始まって、めっちゃ安く買い物できたんですよ。へえうん。知恵ですね。<laughs> 大阪人、せこ <laughs> いから。でも私もやりますよ。なんかデパートとかだと閉店時間が早いんで、うん、あのデパートの地下に行くと、 まあ通称デパ地下って言うんですけど、そこは食品売り場があって、だいたい6時ぐらいからあのセールを始めるんですよ。割引を始めるので、うん、あのいい食材が安く買えるので、よく行きます。うん。うん <laughs> あとなんか聞いたことがあるのは、うん、関東だと何か新しいものを買った時に、ねえねえ、これ、このバッグいくらだと思うって。うんうん 聞いてえなんか高そう、うん、1>, 1, 万1万円ぐらいするんじゃないっていう会話をするらしいんですね。うんはい、大阪だと、うん、まずこれなんぼやと思う <laughs> なんぼっていうのはいくらって意味なんですけど <laughs>、うん、これいくらだと思うって聞いて、うん、であの高値段の高さを自慢するんじゃなくてどれだけ高い商品を安く買えたかを自慢するんですね。うん <laughs> で、例えばね、友達が8000円ぐらいじゃないって言うとするじゃないですか。じゃあ、大阪人は、ちゃおねん。これ、セールで3000円やっていますえ、ほんますごいな、とかって、それで言そう、すごいな。安っ。安っ。どこで買ったんって聞かれますね。そうそうそう。ちゃおねんっていうのは違う、違うんだよって意味ですね。違いますって。違うよっていう意味ですね。 大阪人の話ミクさんが大阪出身だからちょっと聞いてみたかったんですよ。うんうんうん。そう最近なんか流行語でも「知らんけど」って流行ってるじゃないですか。うん、うん。知らんけども大阪発祥じゃないですか。標準語の人も知らんけどって使うようになったんですけど、うん、それでちょっと興味を持って。うんうん,うんうん。そうですね。大阪人 本当によく言います知らんけどって <laughs> 知らんけどっていうのは知らないけどねっていう意味なんですけど例えばなんか情報を相手に与えるんですねなんかあのか最近できたあのラーメン屋めっちゃおいしいらしいで、うん、なんかいろいろ麺とかもおかわりできるしいいらしい知らんけどって言ったり <laughs> なんかいろいろ言った後に なんか最後に知らんけどって、知らないけどって言って、うん、責任を取らない。<laughs> 自分が言ったことに責任を取らないっていうのがよくありますね。<laughs> めちゃくちゃ面白いですね、うん。知らんけどって言われたら、うん、知らんのかいって言わないといけないです。ああ、そうなんですか。突っ込まないといけない。そこまでが、うん、あの本当の大阪人か、うん、本当の大阪人じゃないかで分かれるかもああ、確かに。言わないですね。 知らんのかい,って言わないですね知らんのかいとか知らへんのかいとか、うん、っていうツッコミをしますね大阪人は。ああなるほど。へえツッコミか。じゃあミクさんはそのツッコミがある文化で育ったんですね。そうですね。やっぱり大阪で誰かがボケると誰かがツッコみますね。<ー>ボケるっていうのはちょっと面白いことを言ったりとかちょっと バカなことを言ったりするっていう意味なんですけど、うん、大阪にはボケる人と突っ込む人がいますうん、うん。なんか日本のお笑い番組とか見たことがある人は知ってるかなと思うんですけど、やっぱりその日本のお笑いって大体コンビですよね。うん、二人でやってますね。そうそう、二人でやってますね。うん、海外だと スタンダップコメディとか一、うん、人でやってる人が多いイメージがあるんですけど、うん、日本のお笑いは一人でやってる人もいるんですけど結構二人のグループが多いですよね、うん、で二人で一人はボケで一人がツッコミなんですよね、うんうん、そうそうそうだから基本的に誰かがボケたらツッコまなきゃいけないっていう文化はありますね <laughs>、うん、<laughs> ボケたままにしたらかわいそう ああそういうあかわいそうって思っちゃうんですか。そう。でも <laughs>、うん、そのボケが面白くなかったらみんな無視します。はい、ああそうなんですね。わあ厳しい世界ですね。えその世界で育ったんですね。そうだからあの逆にボケが面白くなかったときな何か面白くないことを言ったときに、はい、みんななんかえ何言ってんのみたいな顔をするんですね。<laughs> うん、ああで。 その人が「すべった」ってっ、うん、ったっていうのは面白くなかった、うん、誰にも受けなかった、うん、誰も笑ってくれなかったって意味なんですけど「うん、めっちゃすべったわ」って言ったらみんな笑う逆に自分で「すべった」って言うんですね。うんうん なんかちょっと武道みたいですね。そういう型があるみたいですね。パターン、パターンがあって、こう行ったらこう返すみたいな。<laughs> その慣れ、<ー>練習が必要ですよね。そうなのかなうーん。う,ん,うん。多分、ミクさんは大阪で育ったんで、意識せずに多分できてると思うんですけど、拾ってあげなきゃとか、ここ笑うところだからとか、あると思うんですけど、いや、そんなに、 笑いを中心に生活してる人は少ないと思うんで。<laughs> <laughs> いやなんか、ミクさんの動画とか見てて、うん、すごい面白いなと思って。いや,いやいやいや。やとかも。うん。だから、そういう環境がそうさせてるのもあるんですね。結構、小学校とかでも、誰かがボケたら、誰かがなんでやねんって突っ込んだりとか、何言ってんねんって言ったりとかしますね。うんうんうん アホちゃかわいいですよね。アホちゃうって、なんか関東の人からしたら多分、ちょっときつそうに聞こえるんですけど、でも、かわいい、ねあの、愛を込めて言ってるんですね。何してもみたいな感じ。多分、関東だと、うん、アホっていう言葉は結構きつく感じる。うん そうですね、うん、バカの方がちょっとかわいい感じバカじゃんって言われた方がもうちょっと優しい感じ、うんうん、でも大阪とか関西でバカって言うと本当に悪口ですねただの悪口頭が悪いってことうん、うん、でもアホっていうのはいろんな意味があって面白いとか 大好きってていうう気持ちも込めて言うんですよ<ー>例えば私が何か失敗した時に失敗の話をするとこんなことがあってもう最悪だったって言うとアホやんって友達に言われます。<ー>アホやんっていうのは「You're stupid」っていう意味だけどもう面白いなっていう感じ。そうそうだから愛愛情がこもってると思います。 なるほど大阪人のアホには愛情がこもってる <laughs> そうそうそうんへえ、面白いですねお疲れ様でした同じ日本でも関西地方特に大阪は笑いに重点を置いている場所だと思いませんか今回出てきた単語やジョークの説明は私のウェブサイトに書いてあるのでよかったら見てみてください このポッドキャスト動画やトランスクリプトが見たい人は、ウェブサイトのシルバーペンギンさん以上になっていただけるとお楽しみいただけます。皆さんのおかげでこのポッドキャストが続けられています。もしこのポッドキャストを応援してくれる方がいれば、私のウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーのドネーションをいただけると大変助かります。よろしくお願いします。 次回のエピソードもミクさんとの会話エピソードです。日本と世界の笑いの違いを語ります。お楽しみに。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃ、あまたね。バイバイ。